まあ、こいつなんでしょうけど、あ、できたわ。殺す。バレる音が。何これ、いかにもボス戦が始まるみたいな通路は。豪華なステンドグラスがある。うわぁ。やぁ、あ、女の子が。結構これ終盤なんじゃないかも。結構上の方まで来たよな。人形が、人形持つ、やめる。え、何これ、どういうこと。台座がある。もう人形とかねえんだけど、とりあえずちょっと入ってみるか。あ、鍵がかかってる。あー、これ動かさないといけないっぽいな。何がかん、あ、てかさっきのと関係してんのか、これ。いや、でもこれ、あ、色揃えればいいのかな、単純に。ちょっと待って。ここには置けない。れ、俺も、何も持ってないんだけど、今持ってたはずなのに。多分ね、赤、普通に色揃えるだけでいいと思うけどな。持つ赤のところに赤の人形を置くと。ちょっとめんどくさいけど、地道にやっていくか。これが合ってるかわかんないけど。で、緑の人形を緑に置くと。紫がないんだけど。あ、来た来た。でもこれでいいっぽいですね。うわ、なんか。うおー、すげえ。家にこんな公園が。いや、ここが最上階みたいだよ。マジか。ええー、じゃあもう終盤なんじゃないの？最上階来ちゃったよ。すごい。すんげえ大樹があんだけど。緑は鳥が食べる。どっちから行こうかな。右か左かあるけど、右から行くか。俺、右利きなんで。超絶な花たちという本がある。読む。彼女たちは美しく、そしておしゃべりである。彼女たちの特徴をここに示す。白い花はこの岩の中で一番美しい。雨に当たると不思議なことに、花びらが光る。赤い草は物知りである。しかし彼女たちは常に嘘をつくので、会話の際には注意が必要である。黄色い花は可愛らしいが性格に難がある。この花から取れる粉は人を殺しも生かしもする高級な薬になる。今のなんか黄色いだとか関係あんのかな。なんか、ね、鍵がかかってる。この音完全に青鬼じゃん。中から何者かのうめき声が聞こえる。話しかける。うえ、くわげ、ご、薬、あんた薬持ってないか？ 持ってないんだけどな。これ持ってるってやったらどうなんだろう。持ってる。少しでいいんだ。分けてくれ、頼む。ああ、あれなんだ。薬か。唾を吐かれた。なんか鳥かご、様子を見る。何かが力なく羽ばたいている。扉を開ける。硬くては開かない。何このサンゴ礁みたいな。赤い草はひそひそとおしゃべりをしている。喋ってんの？薬を。薬ってなんだよ。麻薬か、おい。ちょっととりあえずこのゲーム16時ぐらいまでやろうかなと。いいな、ここの部屋。
なんかもう BGM が安らぎを得れるっていうか、うん、もう怖いイメージがなくなったな。だいぶ。机の下を覗く。何もしない。机の下覗く。なんかないかな。薬ないかな。頭蓋骨いらねえけどひどいわ。こんなリアルで見たら発狂するわ。壁に赤いものがべったりと塗られている。うん。他になんか、時計。大きな柱時計がある。時計は丁寧に時を刻んでいる。触る。ああ！特に変わったところありありじゃねえかよ。あれ、これどっから始まるんだ。手紙しか持ってねえ。薬ねえ。これくす、ごきげんよう、美しい花。普通に喋ってんだけど。赤い花とかにも喋れんのかな。気味の悪い緑色の植物が道を塞いでいる。こっから薬取れないかな。植物だろう。何か用かね。うなずく。首を振る。うなずく。わしはお前さんなどに用はないわ。静かにしとくれ。そうだな、お前さん。時を刻むもんには触っちゃいかんよ。ああ、さっき死んだからね。時計触って。あ、こっちにも道が。ふざけんなよ。明かりはつかない。魔女の日記読む。女の子が遊びに来た。金色の髪を三つ編みにした可愛い女の子。これ俺のことじゃないか。うん。俺のこと言ってますよね。とりあえず頭蓋骨だけ手に入れとくか。これ何に使えんだろう。あ、いや、ちょっと一回セーブするわ。何かしら進展があったっていうことで。で、こっちに。これ薬のことじゃないよな。頭蓋骨。関係ねえか。くそ。様子を見ると。これが関係ありそうだな。超絶な花たちという本がある。彼女たちは美しく、そしておしゃべりである。彼女たちの特徴をここに記す。白い花はこの庭の中で一番美しい。雨に当たると不思議なことに花びらが光る。赤い草は物知りである。これキャプチャーしとくか。黄色い花は可愛らしいが性格に難がある。この花から取れる粉は人を殺しも生かしもする。黄色い花ってどこにあんだよ。美しい花でしょう。
かな。あった、本当にイライラするってないわ。こいつらか。あの子さえいなければ私たちがここいらで一番美しいのに。ねえ。お前いきなり飛ぶんじゃねえよ。びっくりするだろうが。あらら、あなた随分太い腕が生えてるのね。おほほ。誰かあの子を殺して、罰してくださらないかしら。そうすればね、私たちの頭にできる粉を少しばかり分けて差し上げるのに。え、マジか。殺してくるわ、じゃあ。てか、爪はいいんでしょ、花だから。あれ、一番美しいやつってなんだっけ。ああ、え、待って。白い花か。雨に当たると不思議なことに花びらが散る。長老とかねえかな。うん、白い花。ちょっと間違えた、間違えた。まあ、こいつなんでしょうけど。あ、できたわ。殺す。まあ、ですよね。びっくりした。雨ってどういうことだ。雲とか作れないだろ、これ。あ、こいつに話しかけるのか。花の殺し方を聞きに来たの。あ、そういや、あ、そういうことか。でもこいつらの言ってることって嘘なんでしょう。あ、これで聞きたくないよ。選択すればいいのかな。うん。あ、そう。いや、聞かないとダメか。引きちぎる方法と引き抜く方法のうち少なくとも一つは正しい殺し方。引きちぎる方法と引き抜く。じゃあ引きちぎってみるか、まず。いやー、ちょっと待って、やべえ。え、こんなんなかったよね、さっき。小さな頭蓋骨が椅子の上に置かれている。ちょっと待って、何これ。ちょっともういきなりさ、いろいろ変わんのやめてほしいんだけど、マジで。あ、てか、どっちも嘘なのか。これ、手折るが正解っぽいな。でもちょっと俺、引き抜いてみていいですか。気になるわ。多分死ぬんでしょうけど。まあ死ぬよね。うん。殺し方同じなのかな。引きちぎるも多分死にますね。うん。あ、死ぬよね。じゃあ真ん中が正解か。手折る。おえ、奇妙な声を発して美しい花は途絶えた。よし。花びらが散ってる。一応持っていきますか。花の残骸で一回セーブと。ひどいことするな。しょうがねえだろ。じゃないと進まねえんだよ。苦しんでる人を助けるために殺さなきゃいけないんだよ。聞こえた、あの子の醜い声。聞こえた、聞こえた、聞こえた。あはははは、あはははは。黄色い花。え、あ、約束のものね。差し上げてよ。やったぜ。粉手に入れたな。じゃあ行きましょうか。これで、どこだっけ、ここだっけな。持ってる。少しでいいんで開けてくれ。頼む。わかった。お前のタイムに持ってきてやったぞ。この薬を。何者かは鉄格子につかみかかった。おい、それをよこせ。あげますか。粉をあげる。鉄格子の隙間から、は、石色の、発石色の、粉を差し入れた。何者かは素早く粉を手に取った。ああ、なんてこった。あれがねえや。あれがねえと。あれがねえと吸えねえじゃねえか。ああ、くそ。あれってなんだよ。
こいつ完全に薬中じゃん。あ、これ開いたんじゃないですか。来た。鳥かごの扉をこじ上げた。見えない何かが飛び出していった。ついばんでくれたんかな。あ、やめて、やめてよ。ちょっと多分何かしら変化が、あ、開いた。うわ、なんか今動いたな。あ、ちょっと待って、セーブしとくわ。多分鳥が開けてくれたんでしょうな。え、待って待って待って、いやいやいや、ちょっと待って待って。毒素発生中、色のない靴で通ること。え、待って待って、死ぬ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 。色のない靴ってどういうことだよ。ああ、ドクロの兵士という本がある。読む。あるところに兵士がいた。読んでる場合じゃねえよ、こんな。彼の国は滅んだが、彼はそのことに気づかず、さらには自分が死んだことにも気づかなかった。その兵士は死してもなお見張りを続けていた。定石の真ん中に立って、正面、右左、正面、右左と頭を振り続けていた。これちょっと、キャプっとくか。あ、やべ、多分これダメだ。一回死んだ方が早そう。タルが入る。あ、うわ、てか死に方グロ。